っかりしろ。母君はこの国の未来をお前たちに託したんだ。でも私たちにできるかしら。俺がついてるんだ、心配するな。まずはその寺院に。お兄ちゃん、ねえ大丈夫かな。ダメかもしれんな。そんな。あ、気がついたか。ずいぶん派手に転んだようだが、立てるか。ありがとな。で、あんたたちは？俺たちはイーリス星王国の自警団だ。イーリス星王国？なんだそれ。え？イーリスを知らないの？クロム様、リズ様、お気をつけください。人の気配が。勝手にいなくなって心配したじゃない。あれ、この人たちは知り合い？いや、それがさ、その見慣れぬ服装、あなた方は何者なのです？何者って、私たちはここアイトリスの王女と王子ですけど。なるほどな。お前たちの話は分かった。見たところ、あなた方はただ者ではない様子。よろしければ力を貸していただけませんか？お願いします。ねえお兄ちゃん、助けてあげようよ。ああ、そうだな。困っている人たちを放ってはおけない。お待ちください。このような状況で素性の不確かなものを信用するのは危険です。行動を共にするというのであれば、一つこの方たちを試させてください。試すって、もしかしてあれかな。私の力が欲しければ私を倒して従わせてみせよ、みたいな。その通りです。え？もちろん命のやり取りはしませんよ。模擬戦にて覚悟を見定めさせてもらいます。そういうことなら俺は自分の信じる方につく。私も。だが指揮官はお前たちだ。俺たちはお前たちの指示で動くだけだからな。やるしかないみたいだな。二人とも戦闘準備だ。準備はよろしいですか？行きますよ。さあ、まずはあなた方の周りにいる兵を倒してください。ミッション開始です。俺の強さを見せて驚かせてやるぜ。聞いてください。この人たちの信頼を勝ち取らなきゃ。分かってるって。相手の兵をやっつければいいんだろ。逃がさないで。言ったな。だが気を抜くな。試練はこれからだ。ええ、その通りですよ、クロム様。次の相手はそちらです。解放しました。これでどうだ。ミッション開始です。
私の出番ってことね。うん、任せて。うん、任せて。よし、行きましょう。次はそちらに兵を送りますよ。解放しました。敵の増援です。よし。なになに？了解。全体を見渡して敵の動きを予測し戦略を練る必要があります。ミッション開始です。私たちは絶対にやられちゃいけない。戦場では少しの油断も許されないのね。聞いてください。待ちやがれ。あなたは誰？母さん。いや、ちょっと理由があって詳しくは言えないんだけど。おっと、少し取り乱してしまったようだ。俺の名はウード。ゆえあって正体は明かせないが、血の盟約により貴殿の盾となりて敵を撃つ。必殺聖魔剣。ホーリーデビルソード。不発か。命拾いしたな。一体何なの？味方の援軍ですね。もっと頑張んないといけないね。俺は漆黒の剣士ウードだ。俺はまだまだ伸びるぜ。
いいでしょう。一人増えたところで大差ありません。敗北条件変更です。行かないで。いいですか。みんな体力は平気。準備はいいぜ。私こう見えてシスターなの。傷ついた時は回復してあげるからね。聞いてください。任せろ。敵の増援です。ミッション開始です。ん？任せろ。ん？任せろ。いつも有利な敵を相手にするというわけにはいきませんよ。内なる力さえあれば問題ない。まとい闇を裂き、敵を撃つ技を放て。聞いてください。よし、行きましょう。前とは別人のようだぞ。試練は突破したぞ、フレデリク。もう彼らを認めてやったらどうだ。確かに素晴らしい守備です。しかし一番の難関はここからです。解放しました。さあ最後は私が自らお相手しましょう。ミッション開始です。ん？任せろ。いろんな武器を持った兵と戦わなきゃ。フレデリックのとこまで力が湧いてくる。やった強くなっ。一人で突破するのが難しくても二人の力を合わせればやれるぞ。
よし、フレデリクを目指して進むぞ。なんだ、なんだ。よし、お兄ちゃんに続け。この道を聞いてください。やりましたね。耐えてる。やりましたね。クロム、手伝ってくれ。あ、俺の力を信じろ。俺たちの絆で運命を。もう俺は誰にも負けん。なんだ。よし、私を倒さずして、この先には行けませんよ。クロム様、模擬戦とはいえ手は抜きませんからね。こちらもそのつもりだ。油断できる相手ではないからな。本気で行くぞ。なんだ。よし、なんだ。
どうだフレデリク、二人の覚悟を感じられたんじゃないか。そうですね、彼らの力もそうですが、思いの強さを認めねばなりません。うんうん、分かればよし。それはそうと、私の大活躍見た。の勝ちだな。この戦いを通じてあなた方が行動を共にするに足る人物であることは分かりました。ってことはひとまず協力はしましょう。まだ疑いが完全に晴れたわけではありませんが。まだ信用してもらえたわけではないんですね。立場上どうしても警戒せずにはいられないのです。お許しください。さて、そうと決まれば今日のところはこの辺で野営することにしよう。夕食には私が熊を料理しましょう。模擬戦の最中に襲ってきましたので、仕留めて下ごしらえしておいたのです。熊を食べるんですか。また熊、硬いし獣臭いしか弱い女の子の食事じゃないよ。リズさん、食べたことあるんですか。熱き毛皮に覆われし高き魂、俺は苦難の末にそれを我が血に食えと。ウードさんも食べたことあるですね。その通りだ。よっしゃ、何事も挑戦あるのみ。フレデリク、俺も手伝うぜ。やっぱり騎士たるもの、熊くらいガツガツ食べとかないとダメだよな。私は皆さんが召し上がった後で残っていたら頂戴しますので、お気遣いなく。あ、また食べずに済まそうとしてるでしょう。よっしゃ、俺が一番だ。来た来た、俺強くなってるぜ。よろしくお願いいたします。新しく追加されました。いらっしゃいませ。それはできないようです。それはできないようです。それはできないようです。
いかがなさいますか？これでよろしいですか？成功しました。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 これでよろしいですか？これでよろしいですか？成功しました。これでよろしいですか？成功しました。ぜひまたいらしてください。ゲームをプレイするときはそれはできません。